してあるかも。こんばんは。こんばんは。怖くても大丈夫。体も打たれちゃう。大切な何かが壊れた。あ、そう、コラボ配信誰とやるかもうバレてんの？見るかな、マキコさんとやるねんけど。マキコさん、みんなコメントで送って気づいてくれって。世間というドドドティ、マキコさんが来るまでレシートの整理するから。レシート、あ、500円玉貯金ができるぞ。よし、カモンカモンってなったミュージック、It's a big world of love。 テカルカラテカルカラテカルカラ、あ、びっくりした、やっほー、なんかすごい。コラボ配信でーす。ちょうど近くに。今ね、ちょうど坊主の一気見が始まりました。あ一、ちょうど近くが出てます。すごい、イヤホンつけてもバリバリ。あ、これね、テレビを見てんの、これで。すごい。私はぐるぐるした。大丈夫かな？あ、ほんまや。声聞こえてる？声聞こえてます。あら、声は聞けんだ。なんでだろう。電波が悪いのかな。いや、ここ面白かったんだよ。てか、なんでさ、加賀さんだけこれ帽子かぶってんの？それ、ホームアローンの、2人の悪党入りじゃないですか。うん、ああ、それを超、あれか。それ近く再現してんだ。うん。そう、アフロの、アフロというか、うん。加賀さんが帽子かぶってる人の役の方だった。はいはいはい、そういうことね。本当にそれ再現してんだ。そうなんですよ、実際。あれ、私がなんかずっと、え、電波かな。いや、電波はね、悪くないはず。ああ、チカちゃんこのああなってた、ビリ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 がもう稽古からめちゃくちゃ面白くて、ずっと見て笑ったんだよね、すごいみんな笑ってくれましたよね。いや、めちゃくちゃ面白かったんだよねで、私がなんでこれ映らない、まあ映んなくてもいいんだけどさ、なんだろう関連するから触んないでほしいくてかわいい。そうですよ、本当に。この触りに、そのなんか一緒にね、ビリビリしようってなって、うん、本当触りに来るのに対しても、触るな、関連するからって言って、ずっと。これ楽しそうやったな。でも映像とか使うから結構さ、稽古もさ、難航してたよね。そうなんですよ、分かんなかったですよね。ね、長かったよね。うんうん。特集映像みたいなんで。もう鏡終わった後ですもんね、確かに。ちょうどそうそうそう、やばいでしょこのアフロとこの帽子の忠実に。ちかちゃんさ、もうこの後さ笑、かわいい、ちかちゃん
って顔かわいい。会いすぎちゃってさ、もうあのあっち袖の方絶対向いたよね、この時いつも袖の方ずっと見たでしょ。絶対袖の方見て顔合わせ。え、マコさんなんで映らんねやろ。なんで映らんねやろな。もう一回やってみようか。ちょっと待ってよ。はい。坊主の位置ってとこ、ことは、まだ1時間も経ってないか？配信始まって。どうなんだろう。ね、マッコさん今ね、もう一回入り直してくれると思う。あ、じゃあもうすぐで1時間ってとこ。なんか全然関係ないねんけどさ、最近なんかお買い物したらさ、半額やった。半額やったって。あ、もう一回申請ね。はい、もう一回申請します。はい、送信。リクエスト送信したで。おねうち。なんやろうな。あ、今、うざぐらスイッチ？え、大好き。かぐさんのやつ。かぐさんじゃない。伊達さんのやつあれ。はい。あ、いた。入りました。いけた、いけた。え、かわいい、マッコさん、去年の T シャツ着てる。なかった、今年の T シャツが。もらってなかったですよね、確かに。もらってなんか、今回もらいそびれた。忘れてた、なんか。そうだ。そうそう、だから、もう後からまたね、送ってくれると思うんだけど。一旦これ着てる。かわいい。この日のさ、うざごらさ、マイクちゃんとさ、パントマイムの練習しすぎて裏で、全然見てなかったんだけど、あれ、MacBook 持ってた、伊達さん。めっちゃ面白い、もう本当に。どんどん変わっていくからもう。ね。すごいよ。あ、これ、これ出た。あの、違うの、私たち。ナレーション、ここはない。私たちの発音がうまく言えなかったんだよね、違うちゃんね。言えなくて。なんか私たちなんか何なんですかね。滑舌あると多分言えないんだよね、うん、難しくてずっと苦戦してそこだけ強調してたらねなんか私たちの なんだっけ私たちそこで私たちが見たものとは全部なんか私たち私強調ここだけの話面白かったねここねあお客さんがいないから、ここの走るところ、ダンジョンのところ、うち、ん、はお客席の、客席の方でスタンバイして、こう、走り回るっていうね、なんだけど、サイちゃんと、あの、チカちゃんがいつもね、体育座りでね、客席のとこで待ってるの可愛かった。待ってたよね、こうやって。そうです、そうです。そう、サイちゃんとチカちゃんがスタンバイしてんの。これね、あの、お客さんいたらできない演出だったから、これはこれで面白かったよね。確かに、新しい演出ですよね。ね。オペラっぽい。あ、この背景でさ、なんか、あれやってたのかな？でも、いや、また違う背景なんですよ。もっと違う。飯野さんがね、すごいなんかゲーム風にやってて、なんか映像と合わせて遊んでたんですけど。確かにね。またそれは採用されなかった背景なんですよ。何なんかつけてるんだけど、しかもここに。サリちゃん？
うん、なんだっけ、かおんちゃん。ペッてつけて、あの、わざわざつけてた。一芸、やってたんだ、知らんかった。ヒゲダンスか。ヒゲダンス。へぇー。ちゃ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 。もう俺のスリーポイントシュートが入ったらだ。本当に。でさ、入った手にするのか入んない手にするのか分からなくて、それからずっと見てた。見てたんですよね。見てたのよ。加賀さんも見てる。加賀さんもね、いるんだよね。コメント、あ、私のコメントなんかちゃちゃ見れないか。なんだ。そう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 。なんかさ、ちかちゃんがずっとさ、このなんかワンショル具合をこうなっててね、あれがほんまはワンショルのやつなんですけど、無理やりオフショルにあのポスターですけども、途中で無理だってなって上がってくるやんな。そうなんですよ、ワンショルに変えました。そう、どっちも上げるとなんか違うんでしょ。そうなんですよ。千秋楽は時間使ったよね、やつを出したに、そう使ったわ。いやもう千秋楽も元気なかったですよ。だってこれ配信だけで3時間やからね。え、そう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 、やばくない？アフターコントとかめっちゃ全部入れて3時間、やばいよ、ね、あのオフショルぐらい確かに気になってた。だっておー、そうなんですよ。なんか衣装とかもイヤリングとかもあったんですけどね。そう、なんかマイクでちょっとそう作れなかったんですよ。でも本当に考えたらさ、こんなさマジ普通に偽物みたいなやつがマジうじゃうじゃいて、チカ子はかわいそう。チカ子かわいそう。おばあちゃんもね、おばあちゃんも大変ですよ。おばあちゃんもおばあちゃんだよね。今どの辺ですか？今ね、ちょっと待って。あ、右、もうすぐ右。これめっちゃ面白かった。そうですよ、飯野さんと行き合わせて。うん。ね。右、左。あ、サンちゃん来た。あ、カノン。そう、カノンちゃんがね、10時までしか配信ができないらしいんだけど。ああ。そうそうそう。じゃあ、この、これ何しようかな。右、左。2章かな、それ。多分、ズズズとか坊主の一気見があるから、2章が終わったらちょっとカノンちゃんにコラボ渡して、はい、まあ、チカちゃんもまた暇あったら一緒にやろう。LINE するわ。了解です。まだずっとやってるから。はい。ありがとう。ありがとうございます。どうやって切るんだ？チカちゃんは多分普通に切ればいけるんだと思う。終了で。ライブ終了するんです。あ、私も終了する。うん。OK です。ありがとうございます。お邪魔しました。はい。